第403飛行隊は航空自衛隊航空支援集団第3輸送航空隊霊下の輸送機部隊である。美穂基地に所属し、輸送機に C-2 を運用する。第403飛行隊部隊マーク。稲葉の白ウサギから白ウサギとそれを救った大国種名をモチーフにデザインされている。第403飛行隊は美穂基地を拠点とし、 C-2 輸送機による空中輸送、陸上自衛隊に対する空挺協力、輸送機操縦者等の要請、島根県沖野島からの急患の空輸などの災害派遣や国際緊急援助活動等の任務を実施している飛行隊である。第四百三飛行隊の前身は、1 9 6一年七月十五日に輸送航空団令下に編成された教育飛行隊であり、 1978年3月31日に、第403飛行隊へ改編された。舞台マークは、初代が青い丸に輸送航空団の略称、圧と、三を白色で桜の花の形にデザインしたものとなっており、2代目が青い丸に第403飛行隊の、コールサイン、コメットに由来した、砲剣に乗って、三をかたどった鉱石を描いて飛ぶ魔女をデザインした。 ものになり、三代目の原稿が、稲葉の白ウサギと、大国指名の神話がモチーフとなったデザインになっている。第403飛行隊で運用した YS-11P 第403飛行隊で運用した C-1。ありがとうございます。